どうもショピです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。この時期になって本格的に次の物件引っ越し先を探し始めてます。で、今ネットで調べているんですけども、2月3月になるとものすごい不動産の人たちも忙しくなるんですよね。でもいい物件が行くとすぐに埋まっちゃうみたいな、そういう状況があって、でそれが一旦落ち着いている時期ではあると思うんですけども、まだなんかネットを調べるとあんまり物件はそんな出てこないですよね。まあとは言ってももう5、6、7のあたりでガー探していい物件があったらペッてこうやりたいので、なのでまあ今こうやっていろいろ探しています。でネットで見ても今まだ正直そんな物件数って出てないですし、更新頻度もそんなたくさんボーって出るわけではないので、ちょっと今から、なんでしょう、不動産屋さんに行って、ちょっと物件資料ですね、ネットに載っていない資料っていうのをいろいろ見せてもらおうと思います。ちょっと今、物件探してまして。大丈夫ですか？はい、あ、大丈夫ですか？あ、はい、ありがとうございます。はい、見てきました。いやでも本当いろいろ物件を出してもらいました。ネットには載ってない情報はいっぱいあるんだなっていうのがやっぱり感じましたね。でまあネットに出ない情報っていうのもいろいろお話聞いてきたんですけど、それと同時にこういう失敗談があるんですよっていうのも教えてくれましたし、あとまあそれに対してじゃあこういうポイントで見ると失敗しない物件選びができますよみたいな、そういうアドバイスもすごい丁寧に教えてくれたので、いやあそこは結構これからもお世話になっていこうかなというふうに思います。はい、で今回この動画を見てる人の中には物件選びで失敗したくないなとかっていう思ってる人もいると思うんで、僕もこれから物件を本格的に探していく中でやっぱ失敗したくないです。物件選びのことだったりっていうのを勉強していきながら、僕が、あくまでも僕がへえって思ったことを、この動画でもシェアしていこうかなというふうに思います。で1つ目に駅や周辺エリアをよく調べていなかったっていうことらしいです。近くに病院だったり消防のあれがあって、年がら年中こうピーポーピーポーしててこ うるさいみたいな、中と外を2回、夜の朝と2回見るっていうのはすごい大事だそうです。あとは割高な家を選んでしまったということで、確かにこれもあるあるかもしれないですね。オートロックがいいとか、綺麗でバストイレ別で駅地下でとかやっていい条件っていうのはやっぱおのずと相場が高くなってくるので、そうすると当時の予算の2割増しみたいな、でそれを毎月毎月支払っていくってなるとやっぱり負担もかかってきますよねっていうことですね。であとこれなんですけど、これ不動産の人はぶっちゃけ言ってた話なんですけど、家賃相場は収入の3分の1がいいですよ、それが相場なんですよっていうふうに言ってたんですけど、でもそのバレンタインデーにチョコをあげるっていうのはあれはチョコ会社のこうマーケティングだったりしますし、結婚指輪は給料の3ヶ月分っていうのもその結婚指輪のその歌い文句的な感じらしいです。家賃は収入の3分の1っていうのもその不動産業の作ったその歌い文句みたいな感じらしいので、あんまりそこは信じなくていいっていうのはぶっちゃけ教えてもらいました。家にどれぐらいいるかによって家賃は決めてもいいんじゃないかってことは言ってましたね。ということで、具体的にこういうポイントを見る方がいいですよっていう、その僕がいただいたアドバイスっていうのをちょっとシェアしていきたいと思います。実際に住んでからその使うエアコンの方はなるべく新しいやつかどうかっていうのを確認した方がいいっていうのはすごく言われました。リフォームをして部屋の中すごい綺麗なんだけど、ただその使ってるエアコンが古いみたいになると、エコじゃないエアコンを使っていると後々電気代が夏とか冬とかすごいかかってきますよっていうのは言ってたので、なのでエアコンの型タイプは具体的にこう型番とか調べてみるといいっていうようなことを言ってました。あとはそのドアの入り口の幅も測っておいた方がいいですよっていうのはすごい言われました。で、なんでですかって言ったら、その実際に引っ越しをした時に重い家具が入らなかったっていうパターンすごいあるあるなんだそうです。なので実際にその家具が入るスペースかどうか幅っていうのは測っておいた方がいいですよ。あとそのドアの開き具合、共有スペースの方通路にこうドア開いてそれが入らないみたいなところもあるみたいなんで、大型の家具がちゃんと入るスペースかどうかっていうのはチェックしておいた方がいいですっていうのは教えてもらいました。あとやっぱ壁が薄くてガンガンガンってやって、よしじゃあ音の隣の音は聞こえないなってなったとしても、窓が薄くて隣の声とか自分の部屋の声が漏れてしまうっていう可能性もあるそうです。なのでもし2人で内見に行けるとしたら、実際に部屋の中で普通に音をかけたり音楽をかけたりして、それが外に漏れてないかっていうのも確認した方がいいらしいです。ちなみに今僕が住んでいる物件は普通に僕の喋ってる声っていうのは外に漏れてると思うんですよ。なのでライブ配信やってる時なんかも普通に声外に漏れてると思います。
あとはコンセントの位置もしっかりと確認をした方がいいですよってアドバイスをもらいました。最初はまあこういうところにあるんだねって思ったとしても、実際に住んで使ってみたらその高さが中途半端だったり、その位置がなんかちょっと不便なところにあるなっていう風なのがあるみたいなんで、そのコンセントの数だったり位置だったりっていうのもしっかり確認をしておいた方がいいと思いますよっていうのは言われました。はい。で、僕が今住んでいる物件っていうのはコンセントの位置で言ったら、まあ、ちょっと不便やっぱありましたね。ここについてんのみたいな、ここにないのっていう、なんかそういうのは住んでみてなんか思いました。まあ、よくこう南向きだったり東向きって太陽が入ってくるとか朝日が気持ちいいとかっていう印象があるんですけど、なんかその実際は目の前に高いビルがあったり高いマンションがあったりして日がほとんど入ってこないっていうのもあるそうです。なので実際にその自分の住んでいる物件の周りに何があるのかっていうのはチェックしておいた方がいいですよっていうふうに言ってました。あとはその都市ガスかプロパンガスかとかバスとエレベーターかとか、まあいろいろ教えてもらったわけなんですけど、今回その僕がこう物件を選びながら、あでもそこはちゃんと確認した方がいいですよ、ここはちゃんと確認した方がいいですよっていろいろ教えてもらって、僕があと思ったものを今回シェアさせてもらいました。他にも気をつけること多分50個ぐらいあると思うんですけど、今回以上とさせてもらいます。でなんかこういろいろこういうとこ見た方がいいですよとか、こう確認した方がいいですよってアドバイスをもらいながら思ったことなんですけど、まあ新しい物件であればだいたいそういったところって改善されるかなっていうのと、やっぱこういろいろ条件をつけていくと、まあ高いところになるのかなと、高いところであればあるほどそういった確認してくださいねっていうところは減っていくのかなっていうふうに思いました。やっぱ生活コストを上げてしまうとそこから下げるのってなかなか難しかったりするので、なのでやっぱまあ次の物件を選ぶ時でもやっぱ生活コストは低く抑えられるような、でも快適で僕たちの優先順位は曲げないような、そういう物件を選んでいこうと思います。そう、まあ、でも物件を選ぶってやっぱ楽しいんですよね。なんかこういう物件もあるんだ、ああいう物件もあるんだっていうのをこう物件を探そうってなった時じゃないと見れなかったりするんで、なので面白いですよ。すごい面白いんですけど、やっぱ選択肢がありすぎるので、やっぱそういった時にやっぱ一番大事になっていくのはやっぱ何が一番大事なのかっていう、その優先順位を決めておくっていうのがすごく大事なんじゃないかなと、まあ、思いますね。ちなみにこの動画を見てる人は住む物件に対してどういうところが優先順位高いんでしょうかね。やっぱ日当たりとか駅近とかあると思うんです。あと広いとか新しいとかあるんですけど、公園が近くにあるっていうのも僕はいいかなと思ってるんですけど、まあでもそれよりもやっぱ優先順位は狭くていいんで綺麗で新しいところっていう感じですね。あとは日当たりがいいところ、僕はちょっとそれを中心にリサーチをしていこうと思います。でもまだこの時期はちょっとあんまり出てないので、またなんかリサーチしていく中でいろいろ気になる点だったりバナンダ点だったりとかありましたら、そろそろシェアをしていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ちなみに今住んでいる物件どれぐらい満足してるんですかっていうことなんですけど、今はまあ、65点ぐらいですかね。家の中はまあ狭いですし古いんですけども、ただ周辺環境がめちゃくちゃ便利なんですよ。もう機動力も抜群、電車の便もいいですしっていうところはすごくいいなと思います。なので次はまあそういった便だったりとか機動力も抑えつつ、綺麗で日当たりがいいところっていうところを狙っていきたいと思います。